ぶらり途中坂の旅。本日紹介するのは千代田区金華坂。1924年、大正13年、政府の区画整理委員会の議決によって作られました。坂の下にあるお茶の水小学校の当時の名称金華小学校にちなんで名付けられました。金華小学校は1873年明治6年に発足した第四中学区二番小学をルーツとし、塩原金之助、夏目漱石や漫画家の北沢楽天が卒業したことでも知られています。そんな坂を本日はこの方が紹介してくれます。吉永真希が金華坂を紹介いたします。金華坂はずっと同じ角度で坂が進んでいくので、登るとなると体力が必要だと思います。私が行った時は隣の公園が工事中でした。フェンスの中を覗くと、とても楽しそうな遊具がたくさんありました。工事が終わった頃にまた訪れたい、そう思わせてくれる坂でした。皆様もぜひ。それでは